はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで GAB さんですね。 GAB ですね。はい、リーフのソロ、あ、マルチスポーツソロパック一つ。はい、で今日ね発送しますんで、明日着でよろしく、受けてるよろしく。はい、もう開けて本ですから、いきます。せーの、おお、シャックだ。はい、シャックの9ですね。これは2回目ですね。ゴールドが1回出て、うん、でもシャキオニールのちゃんとしたフラッグシップですね。92年のトップス、それのミントです。まあ、店長がこうね、カード、あのアメリカのね、アメリカスポーツ4大スポーツ、まあ特にアメフトからなんですけど、まあメジャーは野茂さんの95年とかそのあたりからなんですけど、まあちょっとは見てましたけどね。はい、まあその当時、まあ今からね、30年前ぐらいと普通に考えると、まあ1960年代70年代ミッキーマントルとかウィリー・メイズさん、ハンク・アーロンさんとかのルーキーカードを当時は店長も買うチャンスはいっぱいありましたでもね、はい、ねえ、そんなもんですよ。うん、そんなもんです。よいしょ。だって店長の時でさえ、あのマイケル・ジョーダンのルーキーが入ってる9697のワンパックが10ドルとか 8.99、 9.99 とかで買えましたよ。うん、売ってましたから普通に。ボックスだから300ドルとか300ちょいとかで売ってたんで、よくアメリカで見ました。うん、へーと思ってね。うん、まあでもそう考えるとね、はい、ルーキーカードですからね。しかもまあ30年前ですから、綺麗な状態ですよね。うん、まあ今日でもほとんど点じゃないかと思いますけどね。うん、まあこれもセンタリングがまあやや下に行ってるぐらいですからね。左右はほぼ、うん、いいですね。まあ若干左に行ってるかなっていうぐらいでしょうけど、まあほぼ同じぐらいですね。4852ぐらいじゃないですか。うん、上下だけですね。それでまあ9点ってことを考えると、うん、まあ他の部分は損傷はほとんどないんじゃないかと思います。コーナーとかエッジとかどこか悪いとこれが8とかになったりするわけで、うん、まあでも鑑定する方もね、あの大人数でやってますから、まあこの辺はね、一人でやってればあれですけど、基準というものがまあ個人差、格差がかなり出てくるっていう状態ですけどね。まあ悩んだら上級鑑定士に聞くっていう、そういうルールらしいですけど。うん、はい、ということで、シャックのルーキーの PSA 9でした。はい、じゃあこれね、こちら戻して、で今日発送します。またぜひね、チャレンジしてください。はい、ありがとうございました。